パレオパレオは長野県上田市展示に一丁目にある上田駅お白口前のビルである。1982年に上田駅に北陸新幹線駅の設置が決定したことなどにより、上田市では駅前の土地利用が十分になされていないとして、1983年に発表された上田駅周辺整備構想で建設が構想された。その後、 上田駅を白口再開発事業として施行され、総工費約163億円を投入して2003年12月に完成した。パレオ本での詳細なフロア構成は、下記フロア欄を参照パレオに隣接する11階建てのビルはビジネスホテル相鉄フレッシュサインが営業を行っている。隣接ビルの下部は商業施設として利用され、1階には JTB 上田支店。 ブティック、2階には長野朝日、放送上田支社が入居している。フレッサインの右隣の建物は立体駐車場として建設され、市営お城口第に駐車場として営業している。フレッサインの道路を挟んだ反対側のビルは5階建てであり、1階にはドラッグストアアメリカンドラッグ、2階にはノバなどが入居している。また上部は集合住宅となっている。 上田駅前のロータリーとは、ペデストリアンデッキでパレオフレッサインの2階と連絡されており、エスカレーター、エレベーターが設置されている。ロータリー中央部は広場として整備され、ウッドデッキが作られている。川沿いには水車が設置され、伝統の電力として利用されている。またこれは観光用のものでもあり、ビル全体の発電や動力への利用は行われていない。 上田情報ライブラリーは、上田市立図書館を構成する図書館の一つ。2004年開館。休館日、毎週火曜日。祝日の振り替日。特別整理日。年末年始 ABC 長野県公共図書館。外教。ありがとうございます。